どうもどうも、ケテマスさんです。今日から新たな、シリーズということで、今回から決断シリーズをお伝えしていきたいと思います。はい、決断シリーズっていうのはですね、どういうものかっていうと、マスさんがですね、今までいろいろコーチであったり監督であったりとかやってきた中で、一番重要にしているその決断をするというところに関わるいろいろなテーマや考え方についてですね、マスさんに聞きながら触れながら、その決断メソッドと言えるレベルになればまあ幸いだけど、まあ勉強させてもらう、紐解いていきながらその決断をするということについていろいろ触れていければなと思ってます。いろいろなコンテンツをこの後ですね、長い時間かけて用意していきますので、その結果決断ってものが何なのかって皆さんにご紹介できて、マスさんのフットサルの魅力をお伝えできたらなと思います。今回決断シリーズの第1回目ということで、まずはマスさんって何者なんだっていう、そのプロフィールの紹介を実はちゃんとしたことがなくて、まずはそこをね、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思います。マスさんよろしくお願いいたします。はい、フットボール歴、サッカーでしたっけ、最初はやってたんですか。はい、愛知県東北高校。愛知県の東北高校。はい。そこの時はどんな感じだったんですか。結構あれですよ、1年の時は全然メンバーとか入れなかったですけど、まあ、2年ぐらいから試合で出して、2年の時インターハイ出たし、全国、あ、全国大会行ったんですか。出たで、冬は出れなかったけど、でもインターハイも東海総体で準優勝ぐらいした、なんか高窓だっけな、それも出れそうになったぐらい結構強かったですよ。あ、高校サッカーなかなか経歴の持ち主で、そうですよ、ハスレ誠に勝ちましたよ、あの時。ハスレ誠に勝ったそれだけでもよくわかんないけど、ええってなっちゃうよ。そうで、新人戦っていうのもあったから、だから愛知県ではだいたい優勝か準優勝みたいな。あ、もうマスさんが高校サッカーやってた時は上昇だったってこと、愛知県の。ちょうどその時代は。そう、ちなみにポジションとかってどうやって。高2の時までボランチで、高3になってからだいたい左サイド、あ、でも右、まあどっちかするサイドバック。サイドバック、はい。そんなサッカーの経歴もあったんですか。自慢していいですか。はい、どうぞどうぞ。自慢してください。高3の時インターハイも全部出て、東海新人っていうの、東海大会優勝したし、冬の選手権も優勝して出て、で、キャプテンです。あの、国立競技場で選手宣誓して全国大会の、あの初日に。そう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 、すごい。あれはもうネタです。選手宣誓それって想像できるもんじゃないですか。あれはまあ1年に1人ですからね、一応全国で。そう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 、すごい確率だ。その最悪な役が当たったっていう。これからしたら。やばいな、それやばい。すげえ持ってる人っていうのはあった。でも全国ではあんまり勝ててないです。勝てても1回戦ぐらい。けど愛知県の中ではある程度いい感じで。愛知県ではもう、はい、大体勝てるって感じですね。そこから特にプロとかそういう話じゃなくて、その後は大学、ね、大学。その後大学、愛知学院っていう、まあ、近くにある大学ですよ。そこもまあ強いですよ。東海リーグとかに行った時の、確か。行って、静さんとか、あんまもう覚えてないですけど。まあ、でも結局最終的に A チームも行けずに、怪我して、もう諦めちゃったみたいな感じです。はいはい。大学の時は怪我があったんですね。なんか遊びでやった怪我が大怪我になっちゃって。遊びでやった怪我、試合とか練習とかじゃなくて。遊びだった。滑り台で。遊びで選手生命って。なかなかショッキングですよ。で、どんな怪我だったの？でっかい滑り台があって。でっかい滑り台。速さを求めてたんで、雨の日を願って行ったんですよ、ね。で、さらに、まあ、摩擦を減らそうと、まあ、全部脱いで滑り台滑ったところ、大腿骨を骨折したっていう。何やってんの。まあ大学生乗りっぽいところは確かにある。滑り台で選手生命を危うくする、怪我をするってことですか。でも2年生の時に一応 B チームで出てたんですよ、で、大体 A チームが30人ぐらいで B が100人ぐらいいて、つってももう全国から来るから B つっても、あの A チームに勝っちゃうぐらい、まあ、大会で A チームに当たって、どっか他の A チームに当たって勝ったりするぐらい強いんですけど、でもその3年に上がるときに
なんか僕だけ上がれなくて、あそうだ、でキャプテンやってくれって言われて B チームの、うん、でそれが嫌でなんかちょっとふてくされた感じで遊んでたら怪我しちゃってみたいな感じだった気がする。なんかこう遅咲きの反抗期みたいな、思春期大学生でやってきたもん、本当にそんな感じかもしれない。面白いですね、そんな紆余曲折があってどこからフットサルにつながるの。あでも大学2年の頃にはもう先輩がやってて、あ、はい、あの愛知学院のチームは結構その当時強かったんで、愛知県内とかでも有名だったりしてるから、フットサルの、あフットサルで、はいはいはい、そうだからその流れで練習とかは参加してたんで、あサッカーだけじゃなくてフットサルも参加してたって。ああそうです。で、まあ、チーム作って、そうそうそう、でチーム作って大会出て、で最初に出た大会で負けちゃったから悔しくて、もうチームしっかり作ろうってなってやり始めたって感じですね。そのチーム今でもあるんですか。アートっていう、今東海2部ですかね。それマッサンの、まあ、その友達とかそういったのが同級生で作ったチームが始まって、そうそうそ う, そう今でもある、今でもある、今でもなんとかある。あの一応だから愛知学院の僕サークル申請して作ったんで、ああ体育館を使えるチームだし、まあ、大学生が集まるし今のところはあるみたいですけど、はいはい、今でもある。あそれこそ広瀬さんがなんか監督じゃない、広瀬さんが手伝ってた。ああ、そうだ、愛知学院、そうそうそう、そのチームを作ったのは僕たちなんですよ。そういう面白いことやってますそこからなんか実際にチーム入るサントスとかでしたっけ。もともとカスカベウ愛知っていう、あの、はい、今のペスカドーラ町田の前身の愛知バージョン。ペスカドーラ町田の愛知バージョンってすごく分かりづらいです町田の愛知バージョン、ペスカドーラ町田っていうのがもともとカスカベウ東京っていうカスカベウな、まあ、バンフとか、まあ、いろいろカスカベウっていう名前だったんです。で、はいはい、その、まあ、今も代表やってる甲斐修二さんが、その当時カスカベウさ、なんか札幌もあったけど、なんかいろんな地域にカスカベウを作ったんですよ。ああもうこのこう支店みたいなチームをね。ああそう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 、それの愛知バージョン。そう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 、そこにまあカスカベウ東京でプレーした選手が愛知に来るってなったんで、あ学べると思って入ったんですよ、社会人になって。それがカスカベウ愛知です。でそれがまあ後にサントスに変わったんです。あ名前その別のチームのサントスに行くんじゃなくて、それがサントスの元になったというか、そこからサントスが出来上がっていくんですね。ああそうですそうです。サントスって今じゃ愛知県の靴売ってたりするとか、ああいうのをやってるところですよね。そう、もう当時からそこがスポンサーで、サントスがスポンサーのチームがカスカベウ愛知っていう。ああ、昨日息子もあそこで靴買いました。僕、あそこのネットショップ僕が作ったんですかね。そうなんですか、サントスの。はい、あそこで働いてたから。めちゃくちゃそんな関係があるんですよ。もうこの前名古屋で買いに行きまして、です、あの社長、お父さんっていうか、もうだいぶお年なのかな、わかんないけど、最近会ってないから。結構見た目は不愛想な感じの怖い人です。けどなんかマニアックな靴がブワー並んで、老舗のスポーツ用販店じゃない、スポーツサッカーとかもあるけど、フットサル好きな人にはたまらないこう品揃えでこうグワーって並んで。こういうところでまずフットサルが始まっていくわけで、その後はどう。まあちょうどその時ぐらいに F リーグができて、カスカベウの時は確かまだ東海バンフが東海リーグに行って試合とかはしてたんですね。相手に森岡薫とかそういう選手もいるチームだったんですけど、で、まあ、まあ F リーグに行きたいって僕は思ってて、でまあ結局行けずに、まあやめようってなって、またアートに戻ったのか。うん、でアートでやってたんですけど、まあ、怪我がすごく、すねの骨を3回折る事件が起こって。それ滑り台ですか。滑り台、また。これはプレーなんです。プレー。これは本当のプレー。はいはい、1回骨折って。すね折るって相当ですか。で、半年リハビリして、で、プレー復活したと思ったら、またすぐ。やってまた半年リハビリして、やったらまたすぐ折れて、また半年やってやったらまたすぐ折れて。すね当てしてないんですか。いやもうすね当て関係ないですよね、やっぱり。だからすね当てしてても折れちゃう。そう
で手術して、まあもうやめようと思ったんですけど、はい、こんなに仕事も迷惑かけるしと思ったけど、まあ、最後に、まあ、ずっと僕一緒にやってたそのアートっていう、まあ、最初にチーム作った人が、まあ、三重の伊賀のチームにいたんで、なんかメンバーオブザギャングっていう子なんですけど、はい、まあ、最後そいつが誘ってくれたんで、あの、まあ、仲いいから、まあ、ちょっと最後やってみようかなってことでやりました。でもそれも1年も経たずに仕事がやっぱうまく、その怪我もあってうまくいってなかったから、もうどっちか、フットサルか仕事どっちかにしないといけないって自分の中で思って、まあ、サッカーフットサルで生きようっていうふうに決めて、仕事辞めて、だったらまあその期間でスペイン行こうっていうことで。あ、そこでね、社会人しながらプレーしてるのをちょっと本気でやろうっていう切り替えをして、そこからスペインになるんですね。うん、うん、でスペインはもう、最初がどこでしたっけ。最初はアレーニャっていう、はいはい、まあ、あっちで言った、上から言ったら5個目のリーグに属する、はい、まあ、バルセロナにあるチームを紹介してもらって、そこは、はいはいはい、ケンさんですね。じゃあもうその頃からケンさんと知り合いだったんですね。あ、でもその時にもう本当にもうそれこそ行く手段をめっちゃ探したんですよ、はい、まず、まあ、大手のあの斡旋会社みたいなのがあったんで、そこの設備会行ってみたら、全然お金が足りないじゃんってなって、でなんかもっと安く行ける方法ないかなって調べたところ、まあ、もうその時はインターネットは一応もうあったから、ケンさんが出てきて、でケンさんがもう本当にいろんなビザの取り方とか全て細かく教えてくれたのを覚えてて、でチームもあっち行ったら探してくれてみたいな感じで、もちろんお金は支払った分もありますけど、全然その業者と比べたら良心的っていうか、例えばチームっていうといきなりスペインのその5部とはいえ、そのチームにどういう形で参加するんですか。もうただ単にもう本当に入れてもらうっていう感じで、なんかプロってわけじゃないですもんね。だってプロではないですけど、契約しないと入れないし、まあ、公式戦も出れないから、まあそういう契約を勝ち取るための練習参加ではあったんですね。でも言葉は分かんないから 1,2 回ぐらいはケンさんは来てくれて最初、うん、まあでもそれくらいからはもう自分でなんとかするっていうことで。じゃあもうプレーするプラスアルファ、まあ、語学も学びながらやって、まあセレクションじゃないけど、はい、その練習会参加して、まあ、プレシーズンの練習に参加してる中で判断されるんです。こいつは使えるぞ。そうそうそう。さすがにスペインではスネは大丈夫だった。スペインでスネは。スペインではスネは大丈夫だったんですけど、やっぱり、まあ、いろいろプレーで困難はありましたよね。なんか激しさの勘違いをしてたりしたんで。激しさの勘違い。なんかそう、体をぶつけに行っては、まあ、よく言う強度みたいなやつですけど、激しくやることが大切だって思ってたんですけど、まあ、あっちではやっぱ足出すときに出すなら絶対取る、なんかより駆け引き的っていうか戦術的なんで、あんまりガツガツ行きすぎるとあいつらこけてファールになるし、ファール取られてばっかになっちゃう。そうそうそう。選手としてはどれぐらいでしたっけ。僕もうそこ半年でやめちゃうんですよ。だから9月に入って、うん、2月か3月ぐらい確かもう自分の中でやめる決断して、でもう誰もバルセロナは結構日本人いたし、あともう一個レベル挑戦したいと思ったのもあって、まあ、バルセロナのじゃあマドリードに単身でもう引っ越しして、あ、そう、また違う環境でもやりたいと思ったっていうのがあったんですね。そう、あと言葉、あとカタルーニャ語はバルセロナに使える、だから引っ越ししてマドリードでチーム探しして、なんとか4部で優勝したチームに入れたと思ったんですけど、まあオフ明け帰ってきたら、まあ、また翌シーズンになってオフ明け帰ってきたら結局金がないっつって、まあ、上がれなくて、で監督とかもう変わっちゃってシーズンオフに話が違っちゃったってまずで一応契約はしてもらえるってなって手続きしてたんですけど、僕代理人いなくて、なんかうまくまぐるめ込まれたかわかんないですけど、結局契約最終的にしてもらえず、うん、でそこからもう辞めて選手で指導者のにがっつりって感じです。まあそれまでも一応指導者の勉強もちろんしてたんですけど。あ、そっかそっか。だからプレーしながら指導者のライセンスとかそういうのを取ることも並行してやってて、こう選手とプレー、あ、じゃあ、選手と指導者ってやったところの選手がまあ状況が難しくなったから、はい、そのまま指導者の道って、はいはい、最初指導者の道ってもうずっとインテルでしたっけ。あ、もうずっとインテルですね。そこはまあずっとっていうか、まあ、1シーズンだけですけど、まあ、有名な話で
ずっと練習を見ていた怪しい日本人っていう切り口から入ってたんですよね、確か。まあでもそんな感じですよね、まあ、よくある話ですね。よくはないんじゃないですか、よくあるなんかやっぱりよくそういうの聞くじゃないですか。だからまあ僕もやってみようかなぐらいな感じで、あのトップチームの練習に行くのと、でもあと全部のカテゴリーの練習に行ったんで、まあ、だから、ね、チームに対するストーカーみたいな状態だったんですよね。もうずっとクラブの、そうクラブがどうできてるか、試合じゃなくて練習にずっと見に来てるぞあの日本人みたいな感じだった。そう、あでも場所は全部違うから、なんかそういう認識は多分されてないですよ。場所は違う、監督も違うし、全部どのカテゴリーも全部監督違うから。あ、そういうことか。だからもうプレベンハミっていうあの、まあ、6歳以下とか7歳以下とかぐらいのところから、うん、ユースサテライトの練習まで、まあ、U8 にでも2チームぐらいあったし、見れちゃうもんなんですね、その練習してるとか。そっか、別に普通の体育館、公共の体育館でやってるからフラーっと行ったら見れちゃうんですか。あ、そうです。でもどこでやってるかっていう情報とかはちゃんとクラブと仲良くな、ある程度仲良くならないとつかめなかったですけど。それで最初に声かけてくれたのはどなたなんですか、インテル。いやいや、声はねやっぱりかけてもらえないです。そのあれですよね、そのコーチになる、なったってことですね。うん、そう、コーチに自分から。そうっす、 U13 ぐらい、 U13 の僕がやっぱ興味あった育成だったんで、かつなんか日本で言ったら小6ぐらいでの年代、小5小6が興味あったから、そのカテゴリーの、率いている、まあインテルかどうか迷ったんですけど、まあインテルに行ったら箔が、まあ、まあ今でもこうやって話ができるから、うん、いやだってすごいですよそれは。まあ、だからまあワルサがあったとしたらインテルってもう2巨頭じゃないですか。そうだから、そうって言ってくれるから、そうって言ってくれるから、まあそこ選んで、あの入ったんです。まあもしかしたらもっとマドリード見たらもっといいとこあったかもしれないです、その育成に関しては。入るっていうか自分から売り込みに行ったってことですよね。そこはもうそう、そのコーチやらせてくれ、セカンドコーチもしいないんだったらやらせてくれないかってその監督に頼んで、直談判メールとか。直談判、直談判、はい。もうその行ったわで、怪しい日本人が突然なんかあの上の方の観覧席から降りてきたぞと思ったら、おいとか言って声かけたっていう感じなんです。いやもう怪しくないです。もうだって一回行って、一回学ぶために練習見に来ましたよ、お願いしますみたいな感じで、もう別にコミュニケーション取るんですね。ああ、そうか、一応もうあの何者かは分かってたんで、突然怪しい人が降りてくるわけない。もう何回かはもう何回か行ったりしてコミュニケーション取ってれば、もうなんか車で送ってくれたりとかいろいろもう始まるじゃないですか。ああ、そうか、そうか、だからいつも見てる勇気みたいな、もうそのフレンドリーなある程度関係性はもうあったんですね。うん、ある程度あって、でその上で具体的にじゃあ正式にちょっと見たいんだけどみたいな、自分のあのプロフィールとか話してどうですかみたいなところから入った。うん、そうなんですね。いやもうまずそもそもあのいろいろな指導者とか、ね、留学とか考えてる人のこのまずアグレッシブな、まず ここがそもそもあのすごくあの全然関係ない話だけど参考になると思う。いきなり行っちゃうみたいな、意外に大丈夫っていうね。このそこだけはもう細かく話したら、正直私生活のところから言ったらもう結構おもろい話は多分ありますね、細かく話してたら。スペイン放浪図だけでねコンテンツできちゃうからね。できるねこれ、まあ、だからそこはあのまたの機会でインテル自体はどれぐらいでしたっけ。だから1シーズンですね。1シーズン1年、うん、1年いて、だけどそこはもうがっつり、U13 のを見てたって感じですね。そう、 U13 をまあそうですね、その練習はまあ確実に行って、あとは指導者学校行って、そこの経験がすごくでかいってことですよね。だから U13 とトップチームの練習参加見たり、実際にそのコーチライセンス取るっていうところあたり、あんまりそんな自分の意識はないです。なんかそこがでかかったとかそういう意識はそんなにないです。ぶっちゃけそのなんか別に日本でも一緒じゃんって、なんかさて思っちゃうタイプなんですけど、うん、まあとはいえあの文化の中でね、指導者学校もそうだし、チームもそのまあ自分がコーチとしてチームに属するのもそうだし、あとまあトップチームっていうもう世界有数のクラブのトップチームに関われたっていうのは、まあやっぱりでかいか、でかいですね。そうでかいと思います。
わかんない。そこでいろいろ見て聞くものは、まあそこの日常で当たり前なのかもしれないけど、なかなか得れる経験じゃないですか。だっていきなり行って、そのちょっと仲良くなったとはいえ、向こうのフットサルのリーグの要は上位のチームのところにバッと入り込めて、まあそこでのリアルをいろいろ見れて経験できたっていうのは、自分から手挙げて入れてくださいってやってできるもんじゃないけど、やったからこそできちゃったっていうのがあるんだと思うんだけど。それはすごいなって思って。そこで1年のやって資格取りつつで日本に戻られたってことですね。そうですね。日本はまた愛知へ戻ってこられて、まあ、フットサルチームかな、うん、そこは確か、育成管理とかトップチーム、まあ、いろんなカテゴリー全般を見られたんでしたね。はい、見させてもらいましたね。その、まあ、もうスペインに行った時から話はさせてもらって、そうで、なんかまあスクールはやってるけど育成はまだやってなくて今年から始めるとか、そういう感じ、まあ、僕が行った時年ぐらいから始めるっていうような感じだったと思うんですよ。でなんか任せてもらえるっていう話だったから、それもいい経験だ、まあ、そうだから、まあ逆にはその話をいただいたから、まあなんか結構すっきり帰れたっていうのはありますね。なんかもうちょっと痛かった行った方がいいかなとかも思ったんですけど、うん、まあ、だけど育成全体をその一つのチームの上から下までをちょっと任せてもらえるっていうことがあったからってね。そうですね。だから逆にインテル入った本場の経験をそのままぐっと持ち込んで、まだ生温かい段階でその育成全体とかを見れたっていうのがでかかったんですよ、ね、でかだって実際にその後のチームで全国大会とか行かれてたんじゃなかったでしょうっけ。まあインテルで得たものもありますけど、まあスペインで得たものはうまく使いましたね。そのなんか育成っていうものの重要さと、育成年代をそれぞれのチームをどう運営していくのかとか、そういうものはやっぱりまだ日本にはそんなにそういうチームない中で、そこはまあ参考にしてやったところですね。なんかまあインテルで学んだだけじゃなくて、やっぱ言語ができるようになったんで、めちゃくちゃいろんな講習会も行ったし、ケニアはもう一番下の小学生ぐらいから上は中学校、うん、高校トップとかその辺全体でってやったの。そうですね、そこまで行きましたね。最初は中学生とあとは3、4年生、5、6年生かの、うん、まあ一応3個のカテゴリーみたいな感じで分けてやってたんですけど、その頃ぐらいから今でもその重きを置いてる、まあ、この今回のシーズンの話になるその決断するところとかをテーマに置いてやられてたりしたんでしたっけ。もう当時からもう最初からやってますね。なんかチームのその育成テーマみたいなのに添えてたってこと。はい、添えてました、もう最初から。そういう意味では別にスペインの何かっていうよりかは、そこを含めた経験もありつつも、やはりマッサンの中のなんか大きいテーマだったんですね、そういう決断のあたりの話。でもまあスペインで学んだんですね、その決断っていうコンセプト、うん、それはでかいです、はいはい、それはでかかったですね。多分まだ当時日本ではそんなに言われてなかったんじゃないかな。ちょうど一緒ぐらいかぐらいにスペインから日本に来た感じなんですけど、うん、僕が来たのも知識が来たのも一緒ぐらいだったんじゃないかなって気がする。いつぐらいでしたっけ、日本帰ってきてこっちで日本で育成やりだした。10年ぐらい前だったんですけど、2013だったかなに帰ってきた気がする。当時だけど衝撃を受けた感覚があります。なんか僕もあの子供がフットサルだったりサッカーやってて、どっかいいチームないかなって探してたら、なんかこの愛知県のこんなところにスペイン帰りのコーチいるし、なんか変わったなんかテーマ掲げてから面白そうだなってのありましたけど、当時保護者目線でそこにもうまんまと引っかかっちゃうでこうやってやってるっていう。でそこで、まあ、いくつか育成年代も経験して、まあ、結果も残しつつ、続いて今もあれですけど関わってる F リーグの湘南のコーチになられるっていう、そこはどんな出会いだったんですか。そこはまあユニアを、まあ、辞めた後ですね。辞めて、まあ、自分が岐阜県でチームを立ち上げてやってた時に、はい、指導者講習会を受けた時に出会った人、うん、はいはい、まあ、講師が、はいはい、まあ、ベルマーレの人だったんで、まあ、その人に声をかけてもらって、はい、に決めました。その
偶然って言ったら変な話だけど、そういう出会いからなんですね。そうですね、あれは本当に偶然だったと思うんですね。はい、さんのなんか人生の出会いが面白いですね。で入っていきなりもう最初からトップチームのコーチっていう形でした。あ、最初そうですね、それコーチとして入ったんで、はい、最初シーズン前から入りましたっけ。いや途中からです。7月末ぐらいか、うん、最初の試合が8月ぐらいだったと思うんですよ。やっぱりそこは普通のスクールとかローカルのチームとはやっぱ違って F っていうのは全然やっぱり雰囲気違う部分なんですか。いや、まあ、やっぱ変わんないんじゃないですか。変わんないって言ったらちょっとおかしいか。でも同じスポーツだし人がやってるし、そういった意味では変わんないけど、カテゴリーが変わってる分当然違いはあるんだけど、本質的なところとか捉えていくところは変わらない、まあ、フットサルというところを軸にした中でっていう。そうだからそれが知れてよかったです。なんかちょっとこう F リーグっていうと一番上のカテゴリーで、まあ憧れすら抱くカテゴリーなんで、うん、まあ、そりゃそう、うん、そこに入ってみて、あ、そうかって思えたのは自分にとって良かったですね、やっぱ。それでコーチとして2年ぐらい2シーズンですね、はい、2シーズン。名古屋オーシャンズとかみたいな王者とかに負けない湘南っていうのが僕の中ではマッサンがコーチした時の強いイメージがあって、まあ実際優勝まではいかないけど、ベルマーレ2位になる前、ある程度新しいベルマーレのところのなんか土台みたいなところに影響は絶対してるだろうなと思って、あの当時本当にオーシャンズに負けてない唯一のチームだったところがありました。2年目から2年目なんかと、うん、まあでも1シーズン目のまあ1勝1敗か、1シーズン目は1勝1敗だった、うん、でもその1敗もなんか実は勝ってて、で残り15分もあるのに、まあ、パワープレーをしてきて、で3点ぐらい多分パワープレー取られて、2点か3点ぐらい取られて終わったんですけど、あの時まだ入ってきたばっかだったんで、まあ、パワープレーの守備とか手をあんまりつけれてなくて、でまあそこ疲れちゃったって感じなんですけど、なんかあんまりこうめちゃくちゃ強いって感じなかった。うちの選手たちならいけるんだって思った。そういうところで実際マッサンは何をしたんだとか、まあ何をしたっていうと、まあ実際は選手がやってることだと思うんだけど、どういう働きかけをしたんだっていうのを、ね、またこのシリーズの中とかでもいろいろ聞いていきたいなと思うけど、本当あれ面白かったですよね。毎日で、まあ、違う意味で熱くならないから村松コーチってずっと見てたりしてたこともあったんですけど、よく白熱しすぎたりすることもよかったな。まあでもああいうのが足りなかったんじゃないかなって思うんで、うん、注入してたっていう感じですかね。なんかこう、うん、純粋にフットサルに熱くなるってこととか、なんか名古屋相手でも勝つっていうことがどこかで強すぎて難しいって、多分みんなもやっぱり長くやってるからどこかで多分あったんじゃないかなっていうね。ちょっと諦めてるというかね、そういうもんね、実力があったにしてもどっかあったんじゃないかな。でも普通にフットサルがある程度、まあどうなんだろう、まあ、僕が志してるフットサルがある程度ちょっと理解してもらってやれれば、そんなのやれるじゃんみたいなって思えたのはでかい、うん、やれるじゃんって思えたのはでかいなって思う、うん、あのシーズンの時にいけんじゃないかみたいなのを感じながら、そのジャイアントキリングじゃないけど、もうジャイアント感じない戦い方ができたりしても良かったなと思いますけど。プロフィールの話に戻ると、そこやられて今は、湘南のそのサテライトの近藤はコーチから監督ということでやられてるという感じですかね。はいはいはい。ここまで実際もう高校を卒業して大学入ったところからもう20年近くフットサルってことですね。もうそうですね、20年ぐらいになる。確かに一番だけど、まあ当然歴史があるからあれだけど、一番なんか自分のコーチングの概念メソッドというか自分の考え方の軸になっていくポイントとして影響が大きかった、あの時なんかこう感じたことが今もとか。まあやっぱりスペインはでかかったっすけど、でも面白かったですよ。20年前のフットサルって情報がない時代のフットサルって面白かったですよ。なんか
勉強するには人に聞かないといけなくて、なんかもともとやってるフットサル他のチームのなんかここ強いって言われてるとことか、そういうところと練習試合してもらったり、まあ、それこそさっきも話したように松の代表者に僕質問しに行ったこともあるし、なんかそういう時だったんで、その時もすごく印象には残ってますけど、まあ、やっぱスペインの時のやつが指導者としては影響は出たい、指導者としては、はい、まあ、でもその後にユニアを帰ってきてからのあの実践経験っていうのはやっぱそこでしか詰めないんで、考え方を仕入れながらそれを実際発散して自分のものにしていくっていうのがユニアの中でできたって感じなんですね。まあやっぱりやりながらすごくいろんなことを学んだんで、はいはい、本当にたくさん学んで、それで実際に今後ご紹介していくような決断シリーズ、まあ決断決断というか松さんが口にしていくような考え方っていうところに至っていって、まあ実際そこでフリーグとかも含めてアウトプットして結果を残したりしていくようになるわけですね。はい、あの長かったですけど、松さんのプロフィールという形になります。いろいろありまして、もう高校サッカーでご活躍されてて、大学時代関係のないところで怪我をしたり、すねどんな件怪我するんだみたいなところに始まって、突然のスペイン行きつつの実際に多くの育成カテゴリーを経験して、でそこから F リーグのコーチも経験すると、そういう意味ではアウトプットする機会が本当に恵まれてたっていうところも大きかったでしょうね。それは確かに、ね、まあ、ではそこからいろいろまた紐解いていきたいと思いますけど、本日はですねそろそろお時間ということで、決断シリーズの第1弾のマッサンのプロフィール、本日は以上にしたいと思っております。教えてマッサンはですね、便利原則編や戦術編、あと実践編、番外編といろいろ他にもアップしていたりしますので、まあ、それぞれですね一覧の再生リストも概要欄に貼ってご用意しておりますので、ぜひご活用、はい、チャンネル登録とかいいねボタン、ヘアコメントもよろしくお願いいたします。はい、まだここからですね決断シリーズいろいろと長々とお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今回は以上で終わりたいと思います。アスタレゴー、アスタレゴー。